シーで処理をしたギターを手に持ってみると、その違いが明らかにはなります。ギターを弾く人であれば、おそらく一瞬で完成度の高さを実感するはずです。
ように白いバスで光のある光沢を持たせるのです。研磨剤はサンゴペーパーと同様の働きをします。研磨用の粒子が含まれているためバークで磨くことにより粗い表面を滑らかに加工できるのです。確かな目を持つ職人はその技術を振り返せるし、ギターの表面にガラスのような輝きを生かします。この作業で最も難しい点は最適なポジションを維持し続けることです。少しでも上下にずれるとコントロールを失い回転するバックに引っ張られます。最悪の場合ギターを持っていかれてしまうのです。この担当になって4ヶ月になります。やっと慣れてきましたよ。いろいろなコツを覚えないといけないので大変です。ギターを手に踊っているように見えるかもしれませんが骨の折れる仕事です。リズムが軽快な時はギターの機能に関しています。レスポールや SG、クラウンドクイッタントモデルを有機的に持ってしまうのでしょう。まるで非正常的にそれを奏でるギタリストの集団のようです。そのスタイルは様々。